おい日本代表のイケメン教えろ、何番がタイプ、はい、まずは富樫選手ですね。167センチと今大会で一番の最低身長なんですが頑張ってほしいです、ね、はい、北川村選手も世界が大注目、川村選手、あ、右のやつこれずっと出てくるんで、もう嫌になったらすぐスルーしてね。はい、原選手ですね。で、富永啓生選手で188と意外とあるんですよね。今日の試合頑張ってほしいな、うん、はい、ここから190センチ台突入ですね。いや、大きい西田選手ですね。頑張ってほしいね。はい、来た、もうヒーロー、もうミッチー、もう最高、比江島さん。またあのセレブレーションが見たい。はい、馬場選手ですね。馬場選手の奥さん、バリキレかったですね。はい、吉井選手ですね。今大会めちゃくちゃディフェンス頑張ってくれてる。すごい、2メートル1センチ、ここから2メートル超えですね。いや、普通にでかい。ここからはあと4人ですね。はい、来た、リアル桜木、花道、川端選手、頑張ってほしいね。まあ、ベンチからでもね、めっちゃ盛り上げてくれる流れを変えるプレイしてくれてます、ね。はい、来た、渡辺裕太選手、もう最高、すごいな、これ見て、フェニックスサンズ、NBA、やばい。で、ホーキンソン選手ですね。この方もコービーの場所入ってます。日本を救ってくれてます。最後、皆さんこの方誰かわかりますか？一番イケメンじゃない？